ディリより、アタウロ島を望むアタウロ島は、東ティモール領、首都ディリの沖合2 5トルにある105平方キロメートルの島で、ディリ県に属する。全長2 5トルと、幅9キロメートル、人口は約8000人。バンダ海に浮かぶインドネシア領のアロール島、ウェタル島に挟まれるようにある島で、ヤギの島のイ。インドネシア語で、カンビング島として知られる。 ヤギが多く飼われていたのでヤギが透明になったと言われる。島は5つの地区に分けられている。南西のマキリ、ビラ、南東のビケリ、北のビロイ、マカダで、最も大きい町はビラ。他に、パーラ、ウアロアナ、アーロ、アダラ、ビラウなどの町がある。首都ディリとの間にフェリー、ナクロマゴが就航している。所要2時間。以前には、 中古のフェリーが就航していたが、ドイツの援助により、インドネシアで製造され、2007年に就航した。週1便のみなので、他に漁師の船をチャーターする方法がある。滑走路があるが、定期便はない、もしくはチャーター運航もない模様。最高峰はマヌココさんで、標高995メートル。 ティモール島との間の海峡は最も深いところで海抜3500メートルと深く逆にウェタル島側の海ははるかに浅い未開発の自然が残りサンゴ礁が発達していてダイバーに人気がある付近の海では小型のクジラやイルカを見ることができる島の北部の住民の多くが東ティモールでは珍しくプロテスタントであるそれは20世紀前半に オランダのカルビン主義者によって伝道されたためである。また、南部の住民の中にも少数だが、プロテスタントがいる。島民の言語は、ウェタル語の3つの方言が話されている。ウェタル語は、インドネシア領のウェタル島とリラン島でも話されている。島は、16世紀に、ポルトガルの植民地となり、刑務所が作られた。太平洋戦争の時、ティモールは日本に占領された。 戦後、日本軍に協力した疑いをかけられた、ティモール人は、成長のポルトガル人によって、恣意的に裁かれ、アタウロ島にある監獄に収容され、栄養失調と虐待により多く人が命を落とした。1975年8月、ユットがクーデターを起こし、フレティリンと銃撃戦となり、総督をはじめティモール成長は、アタウロ島へ疎開し、同年11月にユットなど4島が、 ディリで東チモール暫定政府を樹立すると成長はポルトガル本土へ引き上げた。インドネシア占領期には独立支持派の流刑地となった。2002年5月20日に独立した東ティモールの一部となった。その後、ディリから分離して一つの県にする構想もあったが、ディリ県に止まっている。ありがとうございます。